カーニー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は6882人で軍庁所在地は民伝。カーニー軍は隣接するバッファロー軍とカーニー小都市計を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートでカーニー軍の車両は最初の数字が52になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 カーニー軍の車両登録数が州内の軍の中で52番目に多かったからである。カーニー軍は1860人に組織された。軍の名はカーニートリデにちなんで名付けられた。また、そのカーニートリデという名はアメリカ陸軍のスティーブン・ w カーニー少将にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1337。 平方キロメートルである。このうち1337平方キロメートルが陸地で0平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.02%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によるとカーニー軍には6882人、2643世帯、 および1900に家族が暮らしている。人口密度は5平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に2846件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人97.82%、黒人0.16%、先住民0.20%、アジア系0.23%、 太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.99%、及び根結0.58%で2.34%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。カーニー群に住む2643世帯のうち34.40%は18歳未満の子供と暮らしており、62.90%は夫婦で生活している。 6.240%は未婚の女性が接待種であり、28.00%は家族以外の住人と同居している。24.30%は特許で、全世帯の10.90%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.50人であり、家庭の場合は2.98人である。 軍の住民は26.80%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.40%、25歳以上44歳以下が27.50%、45歳以上64歳以下が22.70%、および65歳以上が16.70%となっている。平均年齢は39歳である。 女性100人に対して男性は98.40に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は94.60に似る。軍の世帯ごとの平均収入は39,247ベードルで、家族ごとでは44,877ベードルである。男性の29,987ベードルに対して女性は2万8 1ベードルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は18,118米ドルである。総人口の8.50%、家族の5.50%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の10.00%及び65歳以上の6.80%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。